初心者におすすめベータ HTV セトス X サクッとレビュー。ちょっと前にセトス X のベータフライト版をレビューしていましたね。はい、そして今回は新しく登場したセトス X のセトス FC 版を紹介します。ベータフライト版では実装されていなかった高度維持プラスオプティカルフローモードが加わり、ドローンが初めての初心者でもまあまあ飛ばせるかと思います。運送中に何かあったのでしょうか。スティックカバーが外れちゃってますね。製品が無事なら問題なし。ニセル仕様、滑らか形状、もちろん 100g 未満だと思う。カメラ角度変更可能、強力ブラシレスモーター、オプティカルフロー搭載、 BT2.0 プラグ採用、初心者にありがたいバッテリーストッパー、クイックスタートマニュアルとユーザーマニュアル付属。マニュアルが冊子で付いてくるところが初心者向けの証です。あ、言われてみれば上級者向けだとまず冊子がありませんものね。それと地味にありがたいのはゴーグルに DVR 機能がついていることですね。画像がアナログでノイズ混じりでもやっぱり映像は残したいですよね。ですよね。無視は老眼なのでこのゴーグルではピントが合わせられないというね。付属のライトレーディオ3はナノベータ用、スティックもかなりいい感じに刷新されています。スイッチ関係がボタンになったのは賛否が分かれるでしょうね。予備プロペラなど USB-C ケーブルは1本だけ付属、同時に2本のバッテリーが充電できる BT2.0 用充電器、バッテリー電圧をチェックできるのも地味にありがたい。予備バッテリーも付属。その他ベータ FPV 製品に興味湧いたらサポートカードに SNS への QR コードがあります。完全放電になっていないことを願いつつ、付属の USB-C ケーブルを使ってライトレーディオ3の充電開始。充電中は LED が赤く点滅。他も充電始めましょうね。一つ一つ充電してたんじゃ時間がかかって仕方ないですから、他の製品は手持ちのケーブルで対処しました。この充電器では充電中は赤く、満充電でグリーンに点灯します。コントローラーの起動はボタンを押し続け、この音が鳴ったら指を離します。マニュアルにも書いてあることですが、飛行モードの変更はコントローラーの SB と SC で切り替えられます。 SB が N モード、S モード、M モードの切り替え、 SC がスロー、ミッド、ファーストの切り替え。 M モードだけミッドとファーストの2択となっています。 N モードはオプティカルフローと高度維持による飛行モード、 S モードはアングルモード、 M モードはエアーモードと言い換えられるでしょうか。 SA がアームスイッチ、 SA ボタンを押すとプロペラが回り始めます。もう一度押せばモーターが止まります。SD ボタンは VTX チャンネル切り替え、他の人と飛ばす際は切り替えのタイミングに注意しましょう。通電とチャンネル切り替えは周囲への配慮が大事。 SD ボタンはちょっと特殊で、本体がひっくり返っている時に SD ボタンを押すとタートルモードに。方向打を倒せばその方向へ起き上がろうとしてくれます。そうそう、 OSD メニューでは各種設定ができます。 VTX がデフォルトで FCC になっていますが、ここは JPN にあらかじめ切り替えておきましょう。 OSD メニュー項目の各機能についてはマニュアルを参照くださいね。知っていると便利な機能満載です。それでは実際に飛ばしてみて、その飛びっぷりを確かめてまいりましょう。まずは N モードのスローを試してみます。肩幅はちょっと薄暗いのですが、オプティカルフローが優秀でちゃんと定点ホバリングしてくれていますね。ゴーグルを装着して FPV でのフライトに挑戦。 DVR 映像は付属のゴーグルのものですが、ゴーグルはワイド画面なので実際見えている映像は横長画面となります。 N モードではスロットルがセンターより上で上昇、センターより下で下降となります。あ、カメラ角度がちょっときつすぎでしたね。本当にゆっくり飛ぶのでカメラ角度は正面でも良いかも。全身をフルに入れてもこの速さ、初めての人は N モードでまず FPV になれるってことで良いかと思います。 N モード以外のモードではスロットルは0から 100% までの出力調整となり、 20% あたりでもう浮き上がるという大きな違いがあるので、N モードはなるべく早く卒業して S モードへ移行する方が効率は良いと考えます。前を飛んでるシネウープに全く追いつけないというね。 N モードの場合、右スティックを上へ倒せば前進となるわけですが、スローだとフルに入れてこの速度です。初心者じゃない人にはかなりかったるいモードとも言えますね。続いて S モード、スタビリティの S でしょうか。さすがにスローで飛ばすのはもう良いかと思いますので、ミッドに切り替えますね。カメラ角度を上げておくのを忘れていました。これだとちょっと飛ばしにくいかも。全身操縦時にまっすぐ前を向いてくれるくらいの角度が飛ばしやすいと思います。で、ゴールゲートにぶつかった弾みでちょうど良い角度に直ってくれるというね。ラッキー。このまま参りましょう。8号サイズで
他のセトスよりも重たい本体ですけど、何せミセルなのでパワーが有り余ってる感があります。どっちかというと浮き上がりすぎそうなのを抑え込んで飛ばしている感じ。普段なんでもエアーモードで飛ばすようになってしまった主にとっては、もはや S モードにも違和感というか、操作方法の違いによる戸惑いが感じられますね。慣れって怖い。エアーモードとスタブモードの違いって？そうですね、スロットルで言いますと、エアーモードの場合はエレベーター、ラダー、ロールの動作をどれくらいの強さで行うかでスロットル回路が決まってくるのに対し、スタブモードは姿勢制御が優先されるので、例えばエレベーターを入れながらスロットルを開くとスロットルパワーが勝っちゃって上昇しながら前進してしまうみたいな。ふむ、さっぱりわからん。次は S モードでファーストにして飛んでいただきましょう。ちょっとプッカンしていますが、慣れてしまえばより安定して飛ばせるようになるかと思います。何せこれ初見での飛行ですからね。まだ全然飛ばし込んでいない状態ですから、まあこんなもんかと生温かく見守っていただけたら幸いです。反射神経というか動体視力というか、高速飛行に慣れている人だったらきっともっとビュンビュンいけてるんでしょうね。十分すぎるほどにパワーがあるのを常にセーブしながら飛ばしているので、ミッドとファーストとあまり差は感じられないように映ってると思います。 M モードファーストに切り替えました。かなりピーキーというかシビアな操作になりました。スティック操作も一気に敏感になってしまいまして、わずかな振り幅で操作しなければならず、かなりしんどいです。無視的にはファーストよりミッドで飛ばす方がショーに合ってるかも。レートの調整とか方法分かってないですからね。モヤモヤを抱えながら飛ばしています。幡場コースのゲートは80センチがベースとなっているので、比較的飛ばしやすいはずですよね。ですね、既製品ゲートだとこうもノークラッシュで回ったりできないかもと言いつつ、結構クラッシュしてたり。あら、そうだったんですか。でもご安心ください、セトスのボディは結構頑丈ですし、タートルモードもありますから、ちょっとぶつかったくらいじゃ壊れませんし、ひっくり返ってもタートルモードで起き上がることができますから。ディスアーム中でもタートルモードのスイッチを入れて方向打を打てば、その方向に起き上がろうとしてくれるんですね。アームし直さなくても発動するのに気づいたのはずっと後のことでした。というわけで観念して M モードのミッドに切り替えています。これくらいのレートの方が主には飛ばしやすかったようです。このことに気がつくまで結構時間がかかってましたね。セトス X で使用する 450mAh バッテリーはおかげさまで何本か持っているのですが、せっかくなので今回付属していたバッテリーを使っては再充電し、使っては再充電して飛ばしていましたので、2回飛ばすとしばらく休憩といった感じでした。たくさん飛ばしたかったら予備のバッテリーも購入しておきましょうね。前回のレビューで屋外フライトの映像を希望されていた方がいましたので、外でも飛ばしてみましたよ。視聴者リクエストに頑張って応えようとする主に涙目。やっぱり屋外ですからね。 M モードファーストで参りたいと思います。時間軸が入れ替わっていて、この時まだ主にとっては M モードミッドで飛ばす方がショーに合ってることには気づいていなかったのがなんだか申し訳ないところ。それとリクエストでは快晴の時と言われていたのに、ちょっと薄曇りな天気なのもどうかと。快晴だともっと発色も良さそうですよね。また機械作って飛ばしてみたいところです。ちなみに今は雨で、このピーキーなファーストレートでのフライトのせいなのか、はたまたセトス FC の一種の癖みたいなものなのか、フロントフリップやバックフリップに妙な違和感がありました。ロールフリップではあまりそれを感じず、すんなり回せたのが不思議。あと機体が振動しているように見えているのは、この時割と風が強めだったからかと思います。ダクトフレームは風の影響が大きいですもんね。そろそろ総括ですね。 N モードから M モードへと段階的に飛ばしてみながら、セトス X の性能を確認してまいりました。オプティカルフローは相変わらず優秀で、きっとドローンを飛ばすのが初めてという人でも数回の飛行でそこそこ楽しめるくらいにはなれると思いました。小さいお子様でもマリオカートなどのゲームで遊べるくらいの経験があれば、すぐにそつなく飛ばせそうですね。そういう意味では大人より子供の方が上達は早いかも。あとは S モード、M モードへと段階を踏んで地道に練習すれば、誰でもそこそこ飛ばせるようになれるかと思います。また、従来のセトスシリーズとは大きく異なるところとして、ミセルであることの恩恵は大きいかと思います。ネイキッド GoPro やランカムサム、インスタ3605程度の重さのカメラであれば、背負わせてもまだちゃんと飛ぶのではないでしょうか。オプティカルフロー機能を活用して屋内で安定した映像が撮れるフルハイビジョンシネウープとするのもありかも。テローにかけるトイドローンというのも良いですね。体験用のドローンとする場合、 5.8GB の壁が気になるようでしたら、 FC と VTX は切り離せますから、 FPV を封印して使うというのも可能です。いろいろと使いどころがありそうなセトス X。
瀬戸須FCバージョン超おすすめとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。